はい、どうもこんにちは。今回また逆転裁判1,2,3なるほどセレクションから逆転裁判1をねやっていこうかなと思います。前回はまあ、三剣事件の裁判がなんか進んで、ちょっとこっちにも正気があるんじゃないかという進歩をした。で、最終的にこの湖の写真の拡大写真をゲットして、さあこれをどうしようかっていうところで前回やめたんだよな。だからこの写真何か見つる気じゃないっていう証拠があるんじゃないかっていうとこで、まあ、これなんだけど、まあ、異議申し立てようか、とりあえずなんか他の証拠品提出っつってもなんかあんまりなんか関係するのないからさ、なんかこのおいちょっと待ってくれよ。おい、三剣の右手の指紋がついている。おい、行きましょうよ。じゃあ待ってください、裁判長。この証拠品を、証拠品については十分議論したはずだ。うん、そうですね。この拡大写真の他はすでに意見は聞きましたね。今さら他の証拠品を見ても仕方がないでしょう。そう、どうする？え？いいじゃん別に。これ右手じゃん、だってほら。クソしょうもねえな。じゃあ異議しよう。裁判長、この拡大写真では決定的におかしいで。そういうことかーい。周りくどいな、おい。周りくどいわ、なるほど。決定的におかしい点があります。あ、なんですって。太郎道くん、その顔した点とは何ですか？えい、おう、後には引けないぞ。裁判長にこの写真のおかしいところを示そう。裁判長、ん、どうだ、ここおかしくないですか？裁判長、左手っすよね、これ。それはここです。発砲している人物ですか？わかりません。この人物のどこがおかしいのでしょう？ピストルを持っている手に注目していただきたい。手？その手はある証拠と決定的に矛盾しているのです。この男の左手がですか？この男の左手がですか？ではお見せしましょう。写真の男の左手と矛盾する決定的な証拠、いきましょう。くらえ！はっきりしています。写真の男はピストルを間違いなく左手で撃っています。しかし、ピストルには三剣健二の右手の指紋がついていた。つまり、この写真でピストルを撃っている人物は三剣健二ではありえないのです。決まったな、これは決まった。どうやら皆さんも落ち着いたようですから、審議を再開しましょう。なるほど君。はい。あなたは見事に証明しました。剣賢治がピストルを撃っていないこと。しかし、そうなると大きな問題が生まれてしまいます。一体被害者は誰に撃たれたのか。その通り、湖にはご覧の通り彼ら以外には人影はない。被告人の他に誰が被害者を撃てたというのか。被害者自身、いや、あるよな。確かに自殺じゃないけど、なすりつけた可能性もあるよな、全然。まあ、夏美さんとやはりちょっとなんか適当すぎるから。これじゃない？答えは一つしか残っていない。被害者自身です。正式に、つまり被害者は自殺だったと。そうです。それ以外に考えようがありません。確かにそれ以外は考えられない。残念だが弁護士、自殺はありえない。何ですって？被害者の傷跡を調べれば撃たれた距離がわかるのだ。被害者は1メートル以上離れた場所から撃たれている。1メートル以上？その情報知らないもんな、別に。その情報知らないからさ、その情報を教えなかったお前が悪いじゃん。そんなの俺のせいじゃないし。自殺ではありえないのだよ。そ
その証拠を出しときゃ。じゃあ提出しときゃ先に。静粛に。カルマ検事、そのデータは間違いないのですか？検察側も自殺の可能性は考えてからな。あ、変わった。わかりました。では私の考えを述べましょう。え急に。証拠を考えれば犯人は被告人三剣氏しかありえません。しかしピストルの指紋は撃った人間は三剣氏でないことを示している。そこで本日の審理はここで中断したいと思います。あ、調査パートか。弁護側、検察側、それぞれにさらなる調査を命じます。よろしいですか？はい。では本日はこれにて閉廷。なんとか乗り切ったな。あー、危なかった。おい、何か言うことはないのか？まだ無罪判決を受けたわけではないからな。やれやれ。しかし一体どうなってるんだ？被害者が自殺じゃなかったら一体誰が？しかも撃たれた距離は約1メートルだぞ。なんだその目つきは。私じゃないぞ。冗談だよ。まあいいや。じゃあ僕はとりあえず迷いちゃんのところに行くから。ああ、なるほど。彼女に伝えてくれないか？何を？はあ、発言するときはもっと注意しろとな。それだけだ。素直じゃないやつ。明日の法廷を武器にするため大沢夏美さんの証言をまとめた書類をもらった。結局彼女を撃った人物は見ていなかったので、聞いた音だけが証言として認められたみたいだ。うん、2発の銃声のような音を聞いた。銃声のような音だからな。そこもまだね、議論の余地があるよな。調査パートまたやろうか。なんか調査パートが一番でもあれだよな。なんか気持ちが楽。あいちゃん。あ、なるほど君。大丈夫だったみたいだね、ミスルギ刑事。よかった。なんであんなことしたんだよ。わからない。でも私何かしなくちゃって思って。そりゃ私はお姉ちゃんじゃないけど、ごめんなさい。まあおかげで助かったんだけどさ。もう無茶はしないでくれよ。もう取り調べとか受けたの？うん、まだ。あ、そっか。一応前内の前科あれなのか、なんか違法扱いなのか、なんか尋問しすぎやみたいな、しすぎだみたいな、あれか、なんか違法扱いで捕まってんのか。さっき糸の子さんが来たんだよ。初犯だし取り調べが済んだら出られるっす。だって。よかった。あ、それと保釈金を用意しとくっすって言ってたんだけど。なるほど君、払っといてね。やれやれ、いくら？わかんない。後で請求書が来るんじゃないかな。保釈金か、なぜか高そうなイメージが。千尋さんはどう？それが全然通じないの。必死で頑張ったのに、もうどうしていいかわからない。やっぱり修行を休んでたのがまずかったのかな。こっちはこっちで深刻だな。今度近所に滝がないか調べてみるか。お姉ちゃん、もう会えないのかな。移動しようか。じゃあ、戻って。お、誰もいないとこの事務所静かだな。そうだ、早く迷いちゃんを出してあげないと。あ、警察署に行くのかな。じゃあどの子さんいないみたいだな。どの子なら今日も現場に行ってるよ。あ、そうなんですか。あいつもバカだよ。捜査方針に逆らって
課長と大喧嘩しちゃって。捜査方針、やっぱり三剣の容疑を固めようという方向だろうな。じゃあ湖に行けばいいのかな。昨日ほどではないけど、今日も警官の姿が見える。糸の子刑事も来ているかもしれないな。めちゃくちゃ静かなんだけど。めちゃくちゃ静か。今日はやはり夏来てないな。かずみさんと金のかかるデートでもしてるのかな。全然人いないじゃん。てか、おいおい。今日もボート屋は休みみたいだな。全然いないんだけど。は？あ、いた。あ、糸の子刑事。おお、今日の補填はその、どうしました？いや、お見事でしたというほど鮮やかでもなく、とはいえ一応ケンジを助けてくれているし、なんとお礼をすればいいか言葉に詰まったっす。はあ。糸の子刑事、カルマケンジ、明日はどういう作戦で？どうやらもう一人の目撃証人を立てるらしいっす。もう一人の目撃証人。そういえば今日の法廷で目撃者は二人いたのだとか言ってましたっけ。でどういう証人なんですか。すまないっすが、さすがにその情報は漏らせないっす。例えば三剣賢治ですけど。なんすか。彼自身が苦手なんですか。聞いたことなかったんですけど。三剣賢治は自分の話はほとんどしないっす。でもこれだけは間違いないっす。あの人があんなに犯罪を憎むようになったのも、賢治になることを決めたのも、そして自信を死ぬほど怖がるようになったのも、全てはあの事件がきっかけになってるっす。DL65 事件ですか。そうっす。15年前ケンジは目の前でお父さんを。その人は今でも苦しんでいるっす。うちの綾瀬と前のことなんですけど。あれ、まだ釈放されてないっすか。おかしいっすね。聴取を取ったらすぐ帰らせるように言ったっすが。でも今日は彼女のおかげで助かったっす。係官に羽交い締めされて引きずり出される彼女を見て、自分は正直涙が止まらなかったっす。三剣賢治も感動して唇を震わせていたっす。本当ですか。あの三剣が。賢治は本当に感謝してたっす。では自分は一度署に戻るっす。真由さんの聴取を取ってすぐに保釈の手続きをするっす。すいません、お願いします。あ、そうだ、その保釈金っていくらぐらいなんですか。心配いらねっす。保釈金は全額三剣賢治が支払うっす。かっこよ。え、三剣が言ったはずっす。賢治は彼女に感謝してるっす。じゃあ後で彼女を迎えに来るっす。不器用なんだな、やっぱ三剣ってのは。今月の家賃も全額支払ってくれ。そういう終わり方すんなよ。なんかもうポップに終わんねえ。ポップに逆テイストで終わっちゃったし。まよちゃん。あ、なるほど、やっと来てくれたよ。さっき手続きが終わったからもう帰っていいって。お勤めご苦労様。聞いて聞いて、取り調べの人ひどいんだよ。今度は何やったのだって。私何もやったことないのに。まあ出られたんだしいいだろ。あ、そういえば保釈金ありがとね。俺なら三剣にいなよ。あいつが払ってくれたんだよ。まゆちゃんに感謝してるってさ。三剣さんが。よし、頑張ろうね、ナルト君。絶対助けてあげるんだから。どうしたらいい。もう一回出ればよくないね。なんでここで話すの。どうしたらいいと思う。これから手がかり少ないもんで、公園に行ってヒョッシーでも探そうか。冗談なのに。でも何かあるとしたらあの公園しかないもんな。
行ってみようか。うん。何か気づいたことある？留置所にいて思ったんだけど、結構ここあったかくていいね。綺麗だし。そういうことを聞きたいんじゃないんだ。まあ今はそんなもんかな。千尋さんのこともあるし、そっとしておくか。じゃあ公園行こうか。あ、なんか進んだね。今日は警察の人はあまりいないね。三井健二の証拠固めをしているんじゃないかな。うんうん。よ、あんたら。あ、夏美さん。あ、夏美さん。あんた今日はやってくれたな。なんですか？なんか文句でも。逆や。逆じゃなくて逆やった。うちちょっと反省してるんや。証人になるってほんま責任重大なんやな。それやのにうち浮かれていい加減なこと言うてもうて。夏美さん。えな、うち罪滅ぼしがしたいねん。罪滅ぼし？なんか決定的な証拠もらえんじゃないのこれ。どうでした法廷は。正直な話、うち面白半分やったんや。いや、実際事件を見たつもりでいたんやけどな。見てないもんまで見たと思い込んでいたんやな。あんたには迷惑かけたな。難しいですよね、記憶って曖昧だから。うん、いい勉強させてもらったわ。今度殺人を目撃した時はもう大丈夫や。そうですよね。僕は目撃したくないぞ。ヒョッシーの方はどうするんですか？そりゃ今日の法廷でヒョッシーはまた注目を集めたわけや。なんとしてでもこのうちがスクープしたるねん。うん、夏美さんかっこいい。話もなろうかな、スクープカメラマン。まず霊媒師の方をなんとかしろって。夏美さん、罪滅ぼしってそりゃあな、うち実は情報があるねん。あるねん、あるねん。わかんな。イントネーションわかんな。カルマのおっさんに口止めされてたんやけどな。どんな情報なんですか？あれや。そこであんたらと取引しようというわけや。取引？罪滅ぼしをするんでしたよね。そうや。罪滅ぼしするために取引するんや。なんや、情報は高いねんで。ただなんてまっぴらや。ほらそこ、あら関西人でケチですねみたいな顔して言うとくけど、関西人はケチちゃうで。うちが個人的にケチなだけや。さあどうするんや、うちと取引するんか。どうするの、なるほどくん。いいんじゃない、取引。まあ内容聞こうや。まずは他に手がかりがないんだ、仕方ないな。わかりました。いくらですか？アホ言うたらあかん。いくらうちでも金は取らへん。え？情報と取引するのはやっぱり情報や。ええか。あんたらがうちにくれんのはヒョッシーに関する情報や。ヒョッシーですが。そんな、いないかもしれないのに、ないならいないという証拠を持ってき。ほなうちは車の中で張り込みしてるから、何か見つけて絶対来るんやで。な。あ、はい。あ、ほな。まあ単純にでもボートの岩いまだになんか何も見つけてないからさ、あそこになんかあるんじゃないの。よし、なるほどくん、探すよ。探すってまさか。よしに決まってるでしょ。みつるぎはどうすんだよ。みつるぎさんためにヒョッシーを探すの。探すって言ってもどうすればいいんだ。探し物の専門家に意見を聞いてみるか。あ、警察ってこと？お、あんたっすか。どうしたっすか、難しい顔をして。まさかまたみつるぎ検事の不利なことを。またはないでしょう。まあ、とにかくそこに座るっす。勘のこと以外なら相談に乗るっす。捜査の方はどうですか？どもこもないっす。
これからまた捜査会議があるっすが、三鶴木健二の動機を裏付ける捜査の話だけっす。動機ですか。三鶴木健二のお父さんが亡くなった DL6 号事件で、その容疑者を無罪にしたのが被害者の生倉弁護士っす。だから三鶴木健二は生倉弁護士に復讐した。おそらくそんな結論になると思うっす。三鶴木は過去を語ろうとしない。明日は無理やりその話が法廷で暴かれるわけか。すみません。正直なところこれは痛いっす。あの糸の子刑事さん、ひょっしーって知ってますか。ああ、ひょうたんこで誰かが見たとか言う。私たち今それを探しているんですよ。な、何をやっとるっすか。いやあ、そんなもん探す暇があったら付近の聞き込みでもしたらどうっすか。糸の子さん、怖い。あ、話すんだ、よかったよかった。僕は夏美さん取引のことを糸の子刑事に話した。なるほどくん、あ、違う、なるほどくん、もっと早く話してよ。ごめん。そうだったっすか、怒鳴ってすまなかったっす。わかったっす。この糸の子、いや警視庁が表紙探しに協力するっす。最新の捜査用の秘密兵器を特別に貸すっす。本当ですか。どれでも好きなのを持っていくといいっす。え、選ぶの。じゃあじゃあ早速貸してくださいよ。まあまあ慌てちゃダメっす。まずは秘密兵器を紹介するっす。では紹介するっす。警視庁の誇る最新鋭の兵器たち。秘密兵器その1、ミサイル。ミサイル。ただ今訓練中のバリバリの警察犬っす。ミサイル、おいでおいで。はい。こいつっす、かわいい。いや、かわいい。ナルト君、かわいいよ。確かにかわいいが、これで何をしろと言うんだ。ワン。次、秘密兵器その2、釣り竿。これっす、自分の私物っす。糸の刑事、相手は怪獣ですよ。そうっすよ。あれ、これ釣り竿でなんか釣れるんじゃないの、銃とか。釣れるわけないじゃないですか。そんなのやってみなきゃわからんねっす。次が最後っす。その3、金属探知機。これっす。糸の子刑事、相手は生物ですよ。そうっすよ。よりによってどうして金属探知機なんですか。空き缶とか食べてるかもしれないっす。さあどれにするっす。迷っちゃうね、なるほどくん。確かにものすごく迷わされるラインナップだな。じゃあ選ぶのか。でも金属探知機絶対強いよな。多分これからあれなんだろうな、多分これ全部何かしら得れるんじゃないの、情報を。何かしら多分順番何でもいいと思うんだよな。まあでも金属探知機がなんか一番なんかね、証拠つかめそうだからさ。例えば金属探知機、例えば湖照らしてなんかビビビってなったら釣り竿で釣ろうってなることできるから、まあとりあえず探知機行こうか。じゃあその金属探知機をお願いできますか。わかったっす。こんな代物で何を探すのやら。相手は怪獣っす、常識は捨てるっす。あざっす。じゃあ一回じゃあ金属探知機試して行こうか。え、なになになに、急に。なんだありゃ。来たー。どの様なんだよね。いや、まやちゃん、おやはり、なんだよあれ。いやー、かずみだよかずみ、俺の彼女。これ置くとインパクトあるし売り上げがあって、のぼりと一緒にプレゼントしてくれたんだよ。すごい、かずみさんって何でもできるんですね。彼女顔が広いからさ、あの番組終わったらしくてタダでもらってきたんだとさ。
はあ、こいつ全然話せるな。ちょっとこれ一旦切ろうかな。ちょっと思った邪魔が入っちゃったな。もうなんか2個しかねえから話すか、とりあえずこいつは。あ、なるほど。セレギアどうなったんだよ。今日の法廷はなんとか逃げ切ったけど、まだ何とも言えないな。ねえねえ、知ってました？三菱賢治って地震が苦手なんですよ。子供みたいですよね。おかしいな、昔はそんなことなかったけどな。あれ、そうなんですか。まあ、あいつとの付き合い1年ぐらいだからな。すぐに転校していっちまったから。転校？ DL65 事件が起こったからだ。やはりもうあの事件のことは知らないみたいだな。みたいだな。おい、やはりあの目障りな知る者はいつから。ああ、あのでかいやつか。そうだな、もう1ヶ月ぐらいになるかな。子供たちには結構受けがいいんだぜ。じゃあなんで昨日はなかったんだ。いや、その コンプレッサーが壊れちまってさ。コンプレッサー、ほら、やは屋台の横にあるだろ、小さな機械は。あれを使って空気を入れるんだけどさ、ちょっと前に壊れちまって修理に出してたんだよ。なんだ、やっぱり線が膨らませたんじゃないんだ。終わりかい。調べとくか、じゃあ一応。いやいや、あの機械、コンプレッサー。あれ、コンプレッサーだよ。そのバルドに空気を入れるための機械さ。昨日やっと修理が終わってよ。まったくひでえ目にあったぜ。それにしてもずうずうしいほどにでかいな。こりゃいい宣伝になるね。なんか違う、この殿様。そうかな、よくできてると思うけど。はい、なるほど、君もまだまだだね。でも私は旧宅に言わせれば、こんなの子供騙しだね。君たち二人の方が子供という気がしなくもない。悲しいほどこの場にマッチしていない万国旗だ。寒空の下、冷たい風に吹かれてひらひら揺れている。でもなんか運動会とか思い出しちゃうよね。楽しかったな、メガネ合戦。え、なんだそれ、メガネ合戦。あれ、嘘、知らない、メガネ合戦。聞いたことないぞ。私たちの学校だけだったのかな。だから何なんだよその競技は。気になるね。これはまだ変わってないな。ここなんか怪しいな。広いね、ひょうたんこ。そうだね。で、なるほど君、どうしてひょうたんこ。聞いた。あ、ひょうたんこ判定なんだ、木じゃなくて。あ、でも調べたよな、別に。じゃ、多分一番怪しいだろう、ここに行って終わるか。どうした。まあ、ここで切ろうか。なんか下手に進めるとさ、前回何やったっけってなっちゃうから、ここで止めとくわ。じゃあ、あざした。